はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は PS5 の HDCP を解除する方法を解説していきます。キャプチャーボードを使用して OBS に PS5 の映像を映そうとした時に、コピープロテクテッドコンテンツという表示が出てきたり、音声は聞こえるけど途切れ途切れになっていたり、真っ暗な画面しか映らないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。この表示が出てきたり、真っ暗な画面しか映らない場合は、PS5 側で HDCP というコピーガードを解除しないと映像が映らないので注意が必要です。今回は実際に HDCP を解除するやり方はもちろん、無効にした時の注意点についても解説していこうと思うので、最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは早速 PS5 の HDCP を解除する方法を解説していきます。PS5 を起動したら画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。すると設定画面が表示されますが、次にシステムを選択してください。次に HDMI の項目にある HDCP を有効にするの設定がデフォルトではオンになっているので、これをオフに設定すれば設定完了です。あとは実際にキャプチャーボードに接続して OBS に PS5 の映像を映してみてください。もしもキャプチャーボードを使って OBS に映像を映す方法がわからない場合は、各キャプチャーボードごとに使い方を解説した動画を投稿しています。有名な製品を25個以上は解説しているので、よっぽど変なところの製品を使用していなければ使い方を確認することができるようになっています。気になる人は説明欄のキャプチャーボード再生リストから使用しているキャプチャーボードの動画を確認してみてください。ちなみに HDCP の説明を確認してみると、一部のゲームおよびアプリは使えなくなりますと表示されているので、具体的にはどのような影響が出るのか気になる人もいるのではないでしょうか。一番影響を受けるところとしては、 DVD やブルーレイを再生したり、 Amazon プライムビデオや Netflix などの映像作品が見れるアプリが再生できなくなります。HDCP を解除すれば OBS などに映像を映して録画や配信をすることができるので、それを防ぐための機能として搭載されているのだと思います。もしも PS5 で DVD やブルーレイを再生したり、 Amazon プライムビデオや Netflix などの映像作品を見たくなった場合は、 HDCP を再び有効にする必要があるので覚えておいてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Giatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。